皆さんこんにちは、しおとめはじめです。今回は京急1500型が廃車になる可能性について皆さんに紹介していきましょう。なんと京急関連資料から公式で京急1500型置き換えについて分かっちゃいました。今回はその京急1500型について皆さんに紹介していきましょう。京急1500型は1985年までの電車って感じですが、一方で仕様が結構平成ごとに違うんですよね。この形式なんだかんだ言って8年近く使いましたが、その間に仕様変更を何度もしており、最初と最後で全く別物の形式っていう風になっています。見た目は結構そっくりですけどね。でも中身が全然違うですよ。そして一番最初に作られた1985年と86年前の編成っていうのは構成車体で作られたんですよね。足回りについては怪獣チョッパーって扱いで、特別当時にしてはすごい特徴はありませんね。怪獣チョッパーも普通に他の会社でいっぱい採用されてましたし、特別なんか最新というわけではないですね。一応当時東急の9000系が出てくるか否かっていう時期ですが、東急9000系は VVMF を積んでいたいと、この1985年6年当時にしたら相当最新だったんで、やっぱりそういうのと比べたら、まあやっぱりどうしても相対的には普通という風に出てしまいます。車体についても普通構成車体であって、なんかどちらかっていうと1番3系とかと近い傾向ですね。ただそれだからといって特に老朽化しやすいってわけでもありませんし、無難な感じに仕上げたっていう風に言うべきでしょうかね。一応最初の2年間に4両編成5本が作られたですが、1988年から早速仕様変更しており、結構大きな仕様変更ですね。というのもなんと車体がアルミになりました。最初の5編成は構成車体でしたが、1988年以降は全編成がアルミになります。登場して2年で材質が変わるっていう結構珍しいケースですね。京急1500型は全編成塗装しているので、残念ながら見た目ではあまり差がわかりませんが、一応性能面では実を言うと若干変わっています。例えば1988年の7月前の編成って84編成で、 8M0T っていう超化け物な編成が生まれました。なんかとある銀線が4両編成3本伝えた感じですね。ある種京急のお家芸とも言える全電動車で、かつ長い編成を組むっていう系統の電車ですが、実はこの 8M0T 編成は120キロ運転に対応しています。一方高知車体の 4M0T の編成は120キロ運転に対応しません。まあそもそもブレーキ増圧工事をされなかったりとか、都合で元々はされるつもりだったけれどされなくなっちゃったとか、そういう情報もあるんですけれどもね。工事を対象から外したら、もしかしたら重さによる車両性能の差が反映された可能性もありますね。一応車体をよく見ると高知車体に比べてアルミの方が形がスッキリしていたりとか、そういう風に重さの面でも結構有利だったりと、同じ足回りでも性能が結構変わっている可能性があります。低速域とそんなに差はありませんけれどもね。高速域だと結構やっぱり摩擦とかそういうのにも影響してきますし、結果的には120キロ運転の対象型だったのはちょっとなんか残念かなっていう風にも思いました。ただ実を言うと、さっき紹介した 8M0T で申請された京急1500型はたった1編成で終わりました。さっき紹介したように普通コース車体からアルミに変更したことによって車体が結構軽量化し、性能が上がったため、8M0T でなくても 6M2T で十分っていう可能性があるんですよね。当時は京急最高速度、登場当初は110キロだったんで、その性能が良ければ、京急1500型の 6M2T で十分っていう風に判断されたかもしれません。初期の編成は高性で、結構性能がモーターとかを強力にしたいと、ちょっと足りないっていう風に思われてるかもしれませんが、アルミ化によって車両の軽量化とともに、性能も上がったんで、ちょっと母車を減らしても十分っていう風に思われたかもしれません。いくら京急でもやっぱり電気バカ食いはちょっと厳しかったのかもしれませんね。ただそれでもなぜか一部の編成はちゃっかり 8M0T に組み直されてますが、まあその理由については後で紹介します。ちなみにこの 6M2T っていう構造は後の VVMF 車にも引き継がれて同じ仕様で作られましたね。京急の84編成は 6M2T っていうのもこの頃からずっと引き継がれてる印象がありますね。まあ途中京急新一線型とかで超強力なモーターを積む代わりに 4M4T という編成もあったんですが、結局 C1000 型の後期の編成とかでは8横定編成では 6M2T っていう風になっており、結局やっぱり 6M2T が京急の標準という風にも言えますね。1990年から VVMF 車が作られ始めました。ただ残念ながら作られたのはたった1編成だけって感じで、本格的な装備は1990年から始まりましたね。 VVMF の第1編成は8横定編成1本に終わりました。ちなみに1992年までのこの空白の期間にも怪獣チョッパー車が普通に作られており、 VVMF より後に誕生した怪獣チョッパーっていう編成が存在します。しかもちゃっかり4両編成1本と8両編成2本っていう構成だったり、割と結構普通に作ってますね。 VVMF といえば
カイチョッパと比べても精度が結構高い当時最先端の技術でしたが、なんでカイチョッパ社を作りながら VVV 社を作ったでしょうか。結構ちょっと一瞬不思議に思いますよね。おそらくですが、これは推測ですが、理由としては VVVF の誘導障害の試験とかすることが関わった可能性があるんですよ。当時 VVVF って新しい技術で、なんだかんだ言ってまだ未知数のところが結構多かったですよね。京急は割と鉄道会社の中でも新しい技術を慎重に取り入れる傾向があります。特に京急って未だに車掌による放送がメインだったり、関東の大手施設は唯一自動放送装置がまともに導入されたいっていう状態ですからね。他にも C1000 型をなんともう20年くらい作ってます。ぶっちゃけそもそもの話、 C1000 型って言っても一番最初の編成と一番新しい編成で全然仕様違うんですけどもね。まあとはいえそんな感じで結構保守的な面も見受けられます。信号の制御とかも結構主導の部分が多く、まあこれについては京急の昔からの安全ポリシーに関わっているというふうにも言えますが、なんだかんだ言ってやっぱり結構保守的な要素もあり、当時の VVVF 導入もちょっと慎重だった可能性もありますね。実際 VVVF って誘導障害とかによる保安装置安全装置の影響あったり、また場合によっては VVVF 本体がうまく起動しなかったらモーターもうまく回んないんで、やっぱり結構慎重になるんですよね。まあ後者の問題、特にモーターが回るかについてはなんだかんだ言って技術も進歩したためある程度試運転すれば大丈夫かどうかわかるですが、一方で誘導障害については実際に運転しないとわからない節もあります。京急線では結構主導でやっているため自動制御基盤が少ない分、他社よりは誘導障害の可能性は若干低いというふうにも捉えられますが、京急1500型は他にも当時都営だったり、あとは京成にも直通することがあったので、結果的にそこら辺でも保安装置の影響がないかどうかをチェックが必要でした。もちろん試運転とかでもわかるんですが、営業運転中に試運転で分かんなかった不具合とかもありえかもしれませんよね。そもそもの話、京急ではこのような技術ってのは最新だったんで、やっぱり結論的には様子を見てしばらく静観しようっていうふうに思い、1編成だけ作ってしばらくテストという感じで VVV 車を運行したんじゃないかなっていうふうに思います。1992年以降は一応ちゃんと VVV 車のみで量産されたので、結果的には特に問題なく運行できたから本採用っていう雰囲気がしますが、妙にこの VVV 車を作りながら会長っ車も作っちゃうっていう光景、京急らしさがちょっとにじみ出てるなっていう風に私は思いましたね。ちなみにこの VVV 車、さっきも紹介したように当時は結構新しくまた特殊な素材だったため、地下直対応ながらしばらくは地下直しなかったり、そもそも営業運転にもそんなに入んなかったりと、ちょっとやっぱり作っていたもののある程度慎重に使っていこうっていう風に思ったのかもしれません。おそらく車両計画的にも当初から VVV 車を作りながら改造車を作るっていうことを前提に作っており、製造当初からテスト車両っていう意味合いもあったのかもしれませんね。中間車は左派の編成番号の振り方が1990年時点で1991年製造予定の左派4両を飛ばした上で番号を振ってるんで、多分最初から一応位置づけ的には改造車より後という扱いで作ろうという風に思われたのかもしれません。このように見ると京急1500だって最初から VVV 車の第一編成はちょっと後から営業運転しようかなっていう風に考えてた可能性もあったということが推測されます。残念ながら詳しい事実とは確認できませんが、車体番号の振り方とかもやっぱりちょっと独特ですし、その結果さっき紹介したある程度テストを変えているっていうことは結構大きかったかもしれませんね。また1993年前の VVV 車って改造車の左派を組み込んで8割するっていうことをしました。 VVVF を積んでいる電動車6両は新生って感じですが、左派2両については既存の8両編成の改造車から抜きました。なんでこういう面倒くさいことをいちいちしたのかっていうと、可能性としては当時から数年後1995年に120キロ運転を京急始めようって目論んでたことがあるかもしれませんね。今でこそ当たり前の120キロ運転も実は1995年頃から始まったですよ。その際に性能面で 6M2T の改造車はちょっと VVV 車と比べたら活かし材っていうことから、改造車の8円組を別の量数に組み替えて代わりに VVV 車を8両編成にし、それで120キロ運転に対応していくっていう方針を取ることにしました。その結果8両編成3門の改造車が6両編成になったわけですが、そこで終わらず改造車の組み替えでまたも 8M0T の改造車が誕生しました。ちなみにこの 8M0T の改造車についても120キロ対応工事が追加されており、これらの電車も120キロ運転に対応しますね。それ以降6両編成や8両編成については最終的に全編成がVVV 車っており、今現在は全編成 VVVF で運行しています。一方4両編成だけはチョッパ車が残っているって感じですね。このような感じで結構鉄道全体見たらなんか普通にこういう経路でしちゃってありますし、特別なんか珍しいってわけでも
ない印象ですね。ちょっと時代は先ですが、東部の2万系とか2万50系とかも、最初はチョッパで途中から VVBF とかそういうケースもありますし、同じく東部でもステンレスを作りながら、コース車体を作るっていうケースもありますしね。特別極端に珍しい要素はなかったりしますが、その一方で京急単独ビリと結構新しい要素も多かったりします。さっき紹介した VVBF やアルミもそうですが、それ以上に、初めてはサンドアかつ両開きっていう点が大きいでしょうか。京急ってこれまで、1500台が来るまでは、全電車が片開きドアっていう、めちゃめちゃ古い仕様になってました。今でこそ両開きドアが当たり前ですが、一昔前は京急も、片開きドアが当たり前っていう時代があったんですよね。特に京急はこれに固執する傾向が強く、長期にわたって、片開きドアを採用しましたね。一応こういう風に京急単独ビルと斬新だった要素もあるんですが、京急1500台はこれまで、特に大規模な廃車等もされず、なんだかんだ言って活躍しましたが、ついに最近廃車になるかもしれない情報が入ったんですよ。ある種ここまでずっと前振りでしたが、ここからが本題っていう感じでしょうかね。次はこのことについて紹介しましょう。東洋電機技法第143号36ページから38ページを見ると、京急 C 型について書かれているんですが、実はこの文章、末尾を見ると、こんなことが書いてありました。令和4年度以降も順次1500台を置き換え、という風に書いてましたね。要は令和4年度以降に1500型を置き換えていくっていう風に書いてですよ。京急側はまだ公式プレス等で発表しませんが、なんとこの東洋電機技法には書いていました。たまたまうっかりリークしたのか、それとも単純に京急許可をもらって書いたのか、よくわかんないところですが、まさかのこの東洋電機技法から京急1500型の置き換えの宣告がされました。時期としては1500型の置き換えもそこまで悪くないっていう風に思いますね。特に初期のコース車体の平成が結構老朽化してないかっていう風に思われます。やっぱりコース車体で登場してから36、7年経ってますからね。今現在京急も VVBF 車が多数を占めてますから、初期の平成とか早期移動を足したいって思いはあるのかもしれませんね。アルミと比べてもコース車体は結構老朽化が進行しやすいんで、そろそろ機会が迫っているのはある種、まあ当然では当然とも考えられます。一方で VVBF 車についても部品の在庫次第では狙われかなっていう風に思いました。京急1500型って結構 VVBF でも GTO の平成が残っていて、やっぱり GTO VVBF って登場してから結構日が経っており、ロットも残ってない可能性があるんですよね。そうなると、補修の部品が消えたら、もう VVBF を交換することができないため、結構厳しいことになりそうです。思い切ってまた更新するっていう手もありますが、そこまでするかどうかは結構怪しいですね。今現在 VVBF2 回更新して、営業一斉でしゃって、編成組み替えとか仕様統一とか、特殊なケースの時やりませんかね。そういう風に踏まえたら景気もちょっと、予備在庫がなかったら、今更更新してもそんなに長期的に使うかって言われたら、怪しいぶりなんで、まあ、結局早めに廃車になっちゃうかなっていう風にも思うかもしれません。ただし噂ですが、一部がことでんに譲渡されるって噂も流れてますね。本当かどうかはちょっと、わかんないところですが、過去に京急車がことでんに渡ったことは結構ありますし、可能性としては結構ありそうですね。場合によってはことでんが VVBF に対応してないことから、案外と開示直破車の編成の方が VVBF 車にも長生きするっていう矛盾、ねじれとかが起きる可能性もあるかもしれませんね。今現在まだまだ置き換え計画の詳細とか譲渡の話については謎が残っている部分もありますが、その一方で3度は18メートルかつ、久保幅もついているため、地方への譲渡は結構うまくいく可能性が高いっていう風に思ってます。地方施設とかで使いやすい企画なんで、割と結構望みはありますね。VVBF OK やったら、更新工事等をして、地方への譲渡っていうのもありかもしれませんね。残念ながらまだまだ分かんないところは残ってますが、今後の活躍に期待しましょう。というわけで今回のまとめていきましょう。今回は、まさかの東洋電機の技法の文章から京急1500の置き換えが分かったことについて皆さんに紹介しました。一応時期等については分かったですが、具体的にどの平成が交換されるかまでは分からなかったですね。多分、初期の開始直破車が置き換えられている風に思われますが、今後どういう風になっていくでしょうか。またことでに譲渡でしょうかね。ここら辺も結構気になる点ではあります。他にも今後 VVB 車も徐々に交換していくのかも気になる点ですね。それにしても京急1500型も新1000型に交換されそうで、一体いつまで新1000型を京急は作るんだっていう風にも思っちゃいました。一体この形式いつまで作られるやら。というわけで皆さん今回の話を聞いてどう思いましたか。もしよかったらぜひコメントを書いてくれると嬉しいです。コメントをする際はぜひクレビーという単語を書いてくれると嬉しいです。また面白いと思ったら高評価あったり、もっと鉄道のことを知りたい方はぜひチャンネル登録して、私と一緒に知っていきましょう。このチャンネルでは、鉄道に関する未来の情報や、生息情報についても発信していきますので、興味あったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。おまけコーナーでも、
京急についてお話ししていきますよ。というわけで今回はこれでお会いしましょう。バイバーイ。おまけとして、さっき紹介した東洋電機の技法の文章の中にちょっと面白いことが書いてあったんで紹介しましょう。どうやらこの京急 C1000 型の VVMF は、いわゆるハイブリッド SIC になっているそうですね。要は SIIGBT と SICSBD をハイブリッドで使うって感じの構成です。巷ではよくハイブリッド SIC-VVMF とも言われてますが、半分 IGBT 半分 SIC っていう感じの特徴を持ってますね。令和2年度から導入された編成が対象はそうで、VVMF が変わっているそうです。と言っても実は、モーター音を聞くと、全然 IGBT との差がわかりません。よく聞くと微妙に違うところもあるそうですが、まあ、パッと見た感じ全然そっくり。てかほとんど一緒って感じですね。KC3100 型も、東洋のハイブリッド SIC を積んでますが、こちらのモーター音が IGBT のものとあんまり変わらず、パッと見、なんか全然わかりません。結構ハイブリッド SIC でも特徴的なモーターを立てる傾向が、三菱や日立にはあるんですが、あと東芝もありますね。その一方で東洋は、なんかやっぱり結局変調音が早めになるとかそういう特徴もあったり、なんか結局傾向はそっくりって感じで、構造は変わったけれど音はあんまり変わんないっていう、結構 VVMF 界隈ではなんか珍しい傾向の結果になりましたね。そもそもハイブリッド SIC が IGBT-VVMF の一部の部品を SIC の素子に交換したって感じなんで、もしかしたら単純に東洋電機は IGBT-VVMF の回路をそのまま使って部品だけ SIC 化したって可能性もありますね。あくまでも推測ですが、そういう可能性もあるかなっていう風に思っちゃいました。というわけで今回のおまけはおしまい。